コニコチャンネル。はい、今日は台湾に来ています。台湾というか中国はですね、2月の4日が大晦日、2月の5日がお正月ということで、人が本当にたくさんいます。今回台湾に来た理由はカフェの、ね、イベントとライブなんです。それでは行ってきます。終わったので、分かんないガチャガチャを見つけたのでやっていきたいと思います。我都觉得我好老，真的，现在不要听到。